わこれ。門前整体三つのぶ、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。で今からね、お尻の筋肉ってここからここまでくっついてるんですね、はいはい、でここをねしっかりね緩めてあげると効果的なんです、はい、で私がわざわざ説明するってことは痛い、そう正解、素晴らしい、覚えました、痛いわこれ。ですこれからね、またね、こうやってね、動画を始めていくんですけど、何これ、やっぱりね、ここの場所を、ね、痛めつけることっていうのはね、腰痛やね、膝痛にとても効果的なんですね。なのでね、この痛って言ってる動画の音声とともに私の声が入ってると思うんですけど、何これ見てないからね、この場所を適当に喋りながらね、交渉していこうかなと思ってます。だからね、ここをね、重点的にね、やってあげないとね、やっぱりね、腰痛っていうとか膝痛とかって取れないんです。もしご自身でする場合っていうのは、お風呂場で電気風呂とかでここを刺激してあげたりとか、低周波治療器でこの場所をね押さえてあげたりね、刺激を与えてあげたりとかするとね、かなり効果的に効きますんで、やってみてください。骨盤職員アマゾンとかで売ってたりとか、あとストレッチポールとかでグイ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 と刺激をしてあげるとやっぱりね効果的だったりもします。あとね、ゴルフボールだったりテニスボールだったり、そういうので刺激をされている方も結構おられます。でここね、さらにね、指でやってる場所、このね、よくわかると思うんですけど、この付け根の場所、この場所をね、しっかりと刺激してあげることが、やはり腰痛とか膝痛、あとはね、背中の疲れもね、取れてくる場所です。私もね、ここね、まさと先生にやってもらったりとかするんですけど、痛いからこれ以上やるなって言いながらやってもらってますけれども、まあ痛いよね。よくみんなこんな受けに来るからよくわからないと思ってるんですけれども、ここをやらないとね、やっぱり腰痛緩みませんから、足の疲れとかもやっぱりね、しっかりやらないといけません。ぶっさぶさ、すいません。じゃあね、反対側いきますよ。ですけれども、人によってね、やっぱり右側と左側、左側と右側、どっちが痛いかっていうのは人によって違います。でやっぱり左側がきつい方っていうのは、まあ何回も私説明してますが、対人関係のストレス、そうとか、人が関係する組織、会社、まあいろんなことですよね。人が介在するようなストレスがかかってくると、やっぱり左側が硬くなりやすくなってますから、思い当たりある人がそれですっていうか、生きてる限りそういうのは絶対出てきますから、もう仕方がないと思って諦めて受け入れることが仕方がないと思うけれども、私の当店で見てる限りは、現役でいてる限り、生きてる限りは絶対この場所が硬くなっちゃったりとかしますから、その量が変わったりするだけだと思います。で現役を引退されると結構やっぱりストレスの状態が減ったりとかするので、まだね、皆さんうちの店とかにね、こんな痛いことをしにまで来られないような気がします。だって現役じゃない方はうちの店あんま来ないもん。こんな痛い店わざわざ来ないと思います。ぐらい痛いんですけれども、やっぱりね、その分だけ体がすっきりするっていうのを分かってるから、皆さんね、遠いところからとかお金を払って、そう、そこのあなた、マニアックなあなたですよ、あなた知ってますよ、誰とは言いませんけど、マニアックな人たち、そうね、これを見てる人たちはマニアックな人たちですから、そう、変態さんなんです、まあ、だからね、こういう動画もね、ちょっとは残しておいてあげた方がいいかなと思ってね、一時はね、動画ね、隠してね、見せないでやろうかなと思ったりもしたんですけれども、まあいいや、隠しとこうと思います。ここの場所をね、緩めてあげないとやっぱり効果的ではないので、違うね、施術でね、まあ、針とか何でもいいと思います。まあその人にね、合わないでやっていけばいいんじゃないかなと思いますから、ほら、私なんか肘とかね、グイグイ気にせず、グイ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 押さえていってますから、ここの場所をね、とりあえずね、緩めること。でここの筋肉、大臀筋の付け根になるんですけど、まあそこをね、やっていくって感じでした。以上、門前整体三つのぶでした。めっちゃ軽い、めっちゃ軽い、すごいです。で、背中を触らさせてもらうと、はい、さっき触った時から比べると、なんかちょっと柔らかい感じしません？痛くないです。針が減ったというかね、うん、ということは、背中の疲れって実は足から上がってくるんだよってことがわかるわけなんですね、はいはい、ボキボキ言ってますけど、もうね。でもまだやっぱちょっと押さえ込むと背中硬いので、